Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started.泉と言います。泉さん、お仕事何されてるんですか？仕事は銀座のテーラーに勤めています。あ、今日身につけてるもの、ちょっとメガネとかアクセサリーも含めなんですけど、はい、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？スーツはもう自分のお店の干したて服、シャツもそうですね。ネクタイと靴下は既製品ですけど。今勤めてらっしゃるお店の名前とかって聞くことできます？あ、はい。ファイブワンというお店です。じゃあ、泉さんに会いたかったら、ファイブワン。ファイブワンです。今で、はい、銀座のファイブワンまでぜひお越しください。はい。今日着てらっしゃるこの上下のスーツだと、大体おいくらぐらい？アイルランドの、リネンで作ってるものなんですけど、これで今のお値段だったら税込みで17万円。メガネはフルモノで、ちょっとブランドわかんないんですよ。はい。2万円ぐらいだったと思います。ブレスレットはメキシコのシルバーのもので、もう2万円ぐらいだったと思います。オークションで買いました。リングは大阪の昇山ビルっていうところに入ってる、はい、トミガンっていうロックショップで買いました。それ5000円ぐらいで買いました。カバンはイタリアのチェレリーニっていうフィレンツェのカバン屋さんと作ってもらったもの。700ユーロぐらい。だから10万円ちょっとぐらいですね。それはタリノクリスチーっていう、で、デッドストックで買いました。5万円ぐらいですね。最後に、はい、なんか、ゆみさんのもう日本の好きなところ、素敵なところって教えてもらっていいですか？暮らしやすいですよね。もうコンビニなんか、どこ行ってもあるし、トイレも綺麗だし。確かに。バッチリです。ありがとうございました。こちらこそ。ふなせみおです。お仕事は何されてるか？今、学生です。学生さん。はい。なんかその服飾系の学校とか。あ、そうです。どこですか？モードです。あ、モードです。はい。将来はじゃあデザイナーさんとかスタイリストさん。はい。を目指してらっしゃる。そうです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと型的の値段聞いてもいいですか？これが、ケイスケ吉田のドレスで、だいたい値段が7万円。これが、チョポバロエナっていうブランドのものになってて、はい、海外のフリマサイトで買ったので、だいたい、4万3万くらいでした。バッグがパウラで、これはちょっと誕生日プレゼントでもらったので、ちょっとまだ値段がわからないんですけど。なるほど、いや、すごいですね。ありがとう。どういうものを入れるんですか？これは、あ、ここの中のところにチャックがあるので、チャックを開けてやってます。なんかファッション好きになったきっかけってあったんですか？やっぱり失恋で、あの服が好きなその彼がいて、まあ、どうしても見返したかったっていうのが強かったです。もう見返せたんじゃないですか、十分これは。なんかこれ海外の人に見てほしいチャンネルなんですけど、はい、なんかおすすめの、まあ、お店とかお買い物エリアみたいなのってあります？やっぱグレイトさん、あとはリトマスさん、ホワイトとかですかね。あと表参道に来ればブランドが結構あるの で、 そうですよ、ね、間違いはないと思います。なるほど。ありがとうございます。マナトです。マナトさんが身につけてるもの、上から下まで、あのアクセサリーも含めて、はい、買った時のお値段とか、あとブランドとか教えてください。はい、これがまずスキントップスが、まず古着で買ったもので、値段がちょっと覚えてないですけど、まあ大体1万いかないぐらいかな。これがネイス東京っていうレディースメインのブランドで、お値段が大体1万ぐらい。パンツが、ポーランカのホステルバスっていう、このブランドで、この時セールで多分5、6万ぐらいで、調査してもらったから、パンツが、古着屋で買ったパンプス、はい、コンテナっていう、大阪の古着屋さんで買わせてもらって、1万5千ぐらいだったと思います。バッグが、これもポーランカのホステルバス。値段が大体ちょっとセール入ってたか、多分7、8万ぐらいだったかなと思います。アクセサリーがこれも全部古着屋で買いましたね。大体そんな高くなくて1000円ぐらいで、すごい安かったです。将来はなんかやっぱそういうファッション系のお仕事に就きたいとか？そうですね、ファッション系の、まあ、服の関連のお仕事にはすごい就きたいなと思ってます。ありがとうございました。
秋です。秋さん、お仕事何されてるんですか？仕事は古着屋の店員してます。お店の名前とか聞いてもいいですか？お店ネイチャーって言います。ネイチャーって、はい、ちょっとこの辺にロゴ貼っておきます。あ、ありがとうございます。上から下までブランドと買った時のお値段、なんかアクセサリーとかも含めて教えてもらってもいいですか？古着マルジェラ、マルジェラですね。なるほど。これは9000円ぐらいですね。で、この中はあのガーフィールドなんですけど、はいはい、ガーフィールドは自分のお店で買いました。なるほど。はい。これも自分のお店で買ったやつです。いくらぐらいですか？同じぐらいですかね。9000円ぐらい。くらいです。パンツは9000円ぐらい。はい。T シャツはちょっと下の7000円とかで、はい。マルジェラの靴はローファーで10万以上ぐらい。はい。これも MM6 のバッグで。そのシリーズいろんな色というか、そうですね、ありますね。それいくらぐらいですか？まあでも3万ぐらいだった気がします、ね。いつ頃買ったんですか？3、4年前ぐらい。最後に、海外の人に向けて日本のなんか好きなところ、いいなと思うところなんか一つ教えてもらっていいですか？ファッションの流行がすごい早いので、見てて楽しいですね。山野です。山野さん、はい、お仕事は何されてますか？アパレル関係で販売してます。あ、そうなんだ。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時の値段聞いてもいいですか？はい、これシャツが幼児山本、兄からもらったんで0円です、はい。でパンツがルイスっていうブランドで、はい、あの裾だけリメイクしてます。で靴がサンダースっていうブランド、6万3000円ぐらいです。パンツ8000円ぐらいです。アクセサリー、これがトーガ、これがマーランドバッカス、ああ、これが2万3000円で、これが2万9000円ぐらい。バッグはレイっていうブランド、2万3000円ぐらいです。ありがとうございます。外国の方にここら辺がおすすめだよみたいな、なんか日本の好きなポイントってありますか？やっぱり古い街並みの京都とか金沢とか、あと川越とか、やっぱなんか日本っぽいところとかも行ってほしいです、はいはいはい。京都とかはなんか結構みんな知ってますけど、川越って意外と知らないじゃないですか。そうですよね、はい、小江戸ですよね。そうです、そうです。ミキです。ミキさん、お仕事何されてる方ですか？服飾の大学行ってます。文化です。はい、なるほど。ミキさん、今日身につけてるもの、上から下まで、ブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？スカーフは古着屋さんで400円で買い購入しました。はい、これも古着屋さんで2000円で購入しました。スカートが、R 東京っていうところもなくなっちゃったんですけど、はい、ここで2万ぐらいかなで買いました。靴はグラウンズで、これは3万ぐらいで買いました。バッグはノリエノモトっていうバッグで、これも2万ぐらいで購入しました。ピアスは何だろう、本当に安いところで買ったんでブランド覚えてないんですけど、でも1000円ぐらいで購入しました。ネックレスもちょっとブランド覚えてないんですけど、でも1000円か2000円ぐらいで購入しました。ありがとうございます。はい。服を好きになったきっかけって何かあったんですか？プラダを着た悪魔を見てから、そういうファッションいいなって思いました。じゃあ最後、カメラに向かって手振ってもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。OK です。福田亮です。亮さん、お仕事何されてるんですか？学生です。学生さん、はい。亮さん、今日身につけてるもの、はい、アクセサリーやバッグ含め、ブランドと買った時の値段聞いてもいいですか？このネックレスは友達からもらって、はい、プライスレスで、ブランドもどこのかわからない、はい。サングラスはボッテガで6万円前後だったと思います。でバッグもボッテガで14万、トップスがラバーボーイで、これは2万円ぐらいだった気がします。パンツはこれもボッテガで、これは12万とかだった気がします。でシューズはラフシモンズで、これは7万円でした。時計はアップローチですか？はい、時計はアップローチで、これは3万円ぐらいですか。 OK です、ありがとうございます。最後、このりょうさんが思う日本のなんかいいところ、おすすめなポイントなんかありますか？治安もいいですし、人の温かさを感じられるところがいいと思うし、あとファッションの面においても、東京が日本だけじゃなくて世界のファッションポイントとして働いてるところがいいと思います。
翔と申します。翔さん、お仕事は何されてる方ですか？フリーで美容師やってます。翔さん、じゃあ今日身につけてるもの上から下まで、はい、買った時のお値段とブランドを教えてください。はい、帽子が下北沢にあるソーハットヴィンテージっていう古着の帽子の古着屋さんで8000円ぐらい。8000円ぐらい、はい。サングラスがこれレイワンので2万ちょっと。トップスが、まあ、これヴィンテージで、高円寺のサファリっていう古着屋さんで、まあ、1万ちょっとだった気がします。で、パンツも古着で、ラフォーレの地下にある古着屋さんで、でも7000円ぐらいだった気がします。はい。これはドクターマーチンですね。まあ、ドクターマーチン。ちょっと上げれますか？はい。これは新品で買われたんですか？そうですね。これは新品で買って結構炊き潰したんですけど。そうですよね、はい。味がめっちゃ出てますね。うん、買った時いくらぐらいでしたか？2万5千円とかだった気がします。はい。これが原宿のポケットっていう、アクセサリーショップで2万ちょっとぐらいだった気がします。この人差し指のが同じくポケットので、はい、1万ちょっとぐらい。薬指の。かっこいいですね。は、これヴィンテージで、これも同じく高円寺のサファリで買って2万ちょっととかだった気がします。なるほど。はい。これは原宿のシカゴっていう古着屋さんで全然1500円とかだったんですよ。はい、ありがとうございます。はい、最後カメラに向かって手振ってますみたいな。はい、シオンです。シオンさん、お仕事は何されてるんですか？国家公務員。言える範囲でどんなお仕事してるんですか？研究者の方が学術会議か委員会みたいな所属してて、まあ、日本のなんか学術を発展させる会議してて、まあ、それのなんか補助事務的な仕事をしてます。じゃあ今日身につけてるもの、はい、上から下までブランドで買った時の値段教えてください。トップスがユニクロと2000円ぐらいです。でパンツが MM6 で2万円ぐらいで買ったと。でバッグも MM6 で、これはメルカリで5000円ぐらいで買ったと。靴がATs のヒールブーツで、これちょっと値段覚えて3万、4万ぐらいだと思います。ありがとうございます。ファッションを好きになったきっかけって何かあったんですか？高校の時の同級生がすごいおしゃれで、まあ、そこからちょっと系統が変わって、なんかだんだん自分で調べていくうちになんかおしゃれじゃなくてこう服が好きになってって、なんかブランドのそのバックボーンだったりとか、まあ服の生地だったりとか、まあ、いろいろなんか見るようになって、なんかどんどんぬめり込んでいた感じです。太陽って言います。太陽さん、お仕事何されてる方ですか？服飾の学校行ってます。はい、太陽さん、今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時の値段聞いてもいいですか？はい、これが、はい、ユニクロです。3900円ぐらいだったかな。でこれが古着で、はい、一応花江森さんのブランドで1000円とかでもらって、これも古着です。古着500円です。本当はプリーツのスカートだったんですけど、はい、自分でつまんで手縫いでドレープを作って。500円。500円です。でこの中はちょっと自分で作って、はい、パニエ風に自分で生地を買って。これ自分で作ってました。これ自分で作りました。すごいな。これで多分13メートルぐらい使ってるんですけど。生地を13メートル使ってる。多分こいつで13メートル使ってる。すごい。制作期間どれぐらいですか、その下のやつ。3日ぐらいですかね。学校行きつつ作ってみたいな感じで。あ、そうです。ミシンでも。すごいな。そのスカートもでもあれですよね。こう、ここつまんだらかっこよく見えるかなみたいな。あ、そうです。もう自分の好みでドレープを作ってって感じで。すげえ。普通、ドクターマーチンなんですけど。はい。これも古着で、これ5000円ぐらいで。かっこいい。これが、チカプラスっていう、韓国のブランドかな、はい、セレクトショップで、5000円とか6000円ぐらいでゲットして。ゆうなです。ゆうなさん、お仕事何されてる人ですか？美容師です。美容師さん、はい、今お仕事終わりですか？今モデハン中で。あ、モデハン中？あ、そうなんです。あ、すいません。手伝いましょうか。皆さん、今日身につけてるもの、上から下まで、はい、ブランドと、買った時のお値段聞いてもいいですか？この T シャツは古着で、はい、1000円もしなかった気がします。へぇ。スカートというかワンピースなんですけど、はい、これはネットで買ったもので、だいぶ前に買ったんですけど、多分3000円くらいだった気がします。ブランドとかって覚えてますか？これ多分韓国のブランドだったんで、あんまり多分そんな
めちゃくちゃ有名なブランドじゃなかった気がします。靴はプーマで、はい、かわいい。メルカリで買ったものなんで、確か6000円くらいで買った。めっちゃかわいいですね。このヘッドホンはビーツで、クチと弟からのサンプルなんですけど。ああ、そうなんだ。かわいいですね。音いいですか、やっぱ。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいんだ。はい、バッグどこなった？バッグもこれもネットで買ったので、本当にもう全然、はい、覚えてない。でもかわいい。これも韓国の通販とかで買ったんですよ。なんかやっぱおしゃれな人ってお買い物上手っすよね。なんかめっちゃ全部高いものとかじゃなくて、なんか本当に安いっていうか、お手頃なものを結構うまく組み合わせる印象あります。